3、2、1、ゴー！さあ、おお、よっしゃー、バスター。はい、こんにちは、ゴーチャンネル前原です。今日はこちらですね、うん、海外版ベイブレードバーストのエクスカリウス X3 とガルーダ G3 です。はい、ということでこちらですね、先日行ってまいりましたアメリカのフロリダ州のオーランドのターゲットで購入してきたものですね。ね、こちらのエクスカリウス X3 に関してはですね、プレゼント企画やってますので、ぜひですね、欲しい方は応募してみてくださいね。うん、はい、じゃあ今回はこの2つと、あと過去にうちが持ってるベイベーベイベーベイベーね、で対決していきましょう。じゃあこれを開けて遊んでいく前に黄金の5秒間今日やっていきましょうね。うん、せーの、チャンネル登録はここをタッチ、登録されるとグレーに変わるよ、一緒にベルマークもタッチしちゃおう。登録してくれたかな、してくれたかな、もしこの動画がいいなと思ったら高評価お願いね、お願いします。じゃあ早速開けていきましょう。ういはい、ということでこちらがエクスカリウス X3 セブンアイアンですね。うん、はい、セブンとアイアンはほぼほぼパーツ的に一緒かな。うん、アイアンに関してはちょっと色違いだね。そうだね、かなりエメラルドグリーンな感じだけどね。うん、じゃあセットしてみましょうか。はい、相変わらずかな。そうだね、相変わらずもうワンロックですね。うん、海外版のベイブレードバーストはワンロックになってます。うん、はい、こちらがエクスカリウス X3 ですね。うん、形はほぼほぼジークエクスカリバーと一緒だね。うん、あと色が変わってオレンジとグリーンになってね。そうだね、ちょっと毒々しい感じなんだけど、うん、ちなみにジークエクスカリバーと比較するとこんな感じだね。そうだね、ジークすごい豪華な感じですけど、ね、エクスカリウスはちょっとどんよりしてますね。どんよりでも形は一緒だね。うん、でエクスカリウスの方にはこのランチャーとワインダーがついてましたね。うん、ちょっとソードランチャーとは若干違うかな。うん、短いしチャッチこっちほらすごい穴が開いちゃってるね。うん、でただ、LR になってますね。うん、両方打てるわけだ。こっち今刺してるのが L、 こんな感じになるね。うん、で抜いて逆向きにして入れると今度はこっちが R、 なるほどね。うん、こんな感じ。続いてこちらがガルーダ G3 エイトフローフリューゲルですね。うん、はい、じゃあこれもセットしてみましょう。いマキシマムガルーダもロック1つしかないからね。うん、だから、うん、日本のベイブレードバーストに近いですね。そうだね。ちなみに今手元にあるマキシマムガルーダはこの赤いやつなんだけど、一緒だなこれ。そうだね、うん、一緒。黄色の具合もね、うん、あのマキシマムガルーダはそっくりなんで、確かにね、うん、これはほぼ同じかなと思いますね。うん、でガルーダ G3 にはこのライトランチャーみたいなのがついてましたね。うん、これもちょっとチャッチンじゃね、後ろがね抜けててね。うん、でこれも LR なんで、まあやっぱりベイベーについてるのはみんな LR、うん、LR なんだね。うんうん、ではこの2つのベイとこちらが前持ってたベイベーで対決していきたいんですが、その前に黄金の5秒間、あ、やったやったやったか、やった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 。じゃあ早速シュートしていきましょう。はい、はい、それでは久しぶりにこのバケスタ用意しましたんで、うん、対決しましょうか。はい、僕はエクスカリウス X3 でいきます。はい、私はガルーダ G3 でいきます。うん、3、2、1、ゴー！おお、なんとバーストしたよ。あれ3、2、1、ゴー！お、さっきと違うかな。当たんない。さあガルーダといえばね、うん、あの確かに強いからね、うん、防御力は半端ない。さっきのちょっとバーストびっくりしたけど、ほい、3、2、1、ゴー。さあ、おっと、あ、変わった変わった。オーバーフィニッシュするか、しない、当たらない。やった、当たった。どうだ、どうなる。ガルーダでしょう、ガルーダっぽい。空力性能で上回ってる。じゃあ僕はエクスカリウスに変えます。バージョン下げたの、うん、バージョン1。3、2、1、ゴー。さあ、あっと、またノーマルエクスカリウスでもガルーダには全然勝てなさそうだよ。わわわわわ、何を叩いてる。3、2、1、押し。さあ、当たりませんな、当たりませんな。こりゃどうだ。じゃあこのベイブレードバーストエボリューションの中でガルーダかなりいい方に入ってるんじゃないね。うん、
強いよ。あ、強い強い、全然怖かった。スイーツーワン、アタックアタック。いいですね。わ、強いね、ガルダ。ガルダ強い。ナイスガルダ。うわ、ゴーストできない。できないね。私はエクスカリス X3 に変えます。はい、ワルトレイク V2、 様子がおかしいバージョンに変えます。久しぶりだね。スイーツーワン、ゴースト、光れ光れ。さあ、おお、バーストされてしまったぞ。スイーツーワン、ゴースト、光って攻撃。さあ、おお、スイーツーワン、ゴースト、はい、じゃあ次にこのスタジアムでもやってみましょうよ、うん、これ面白いですね。こう締め、うわ、攻撃でき、そう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 、あの決着をね、人の力でつけるっていうね、うん、やつですけど、日本ではありえないやつだね。そうそうそう、あのこの動画この辺に出てると思いますんで、うん、あの見たことない方はチェックしてみてください、はい、ガルーダ G3 に戻します、うん、僕もエクスカリウス X3 に戻します。はい、3、2、1、ゴーシャ、それ、えい、これ、危ない、危ない、やばい、やばい、いけ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 、はい、スイーツーワン、こい、ガルダ、おっと、ほい、あっ、危ない危ない、それ、これもしかして見えづらい、あらー、スイーツーワン、こい、ガルダ、はい、やー、あ、スプリゼンス2、様子がおかしいバージョンに変えます。あ、分かった。スイーツーワン、ゴーシャ、ふやー、あー、よくも来いや、こっち、さあ、来い、カウンターで、羽飛ばされないな、ふやー、シャー、バスト、そんな人の目で決着つけるいや、面白い、出た人の手で決着をつけるやつ初めてこんな綺麗にバーストできたよ。バゴン、スイーツーワン、ゴーシャ、来い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 、もう変な動きしてる、あ、やばい、やばい、食らったな、一撃、うわ、取れ、はい、届かない、えっ、えっ、えい、ダメだな、届かない、これは米同士の戦いに、よし、じゃあ、こ、じゃあこうやってやる、いやいや、ずらい、揺らさないでよ、こい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 、これでもガルダでしょ、あー、ドローだ、ドロー、 G2-1、 こい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 、えい、危ない危ない、自分のさ、米を叩くという自滅行為、自滅中だって、自滅行為でもあるよ、ほら、これ、これでも勢いです、危ない危ない危ない、いけるっしょ、ガルダ、イエーイ、はい、じゃあ私はドゥームサイザー D3 に変えますね、うん、ガルーダ G3 に変えます、はい、C2-1、 よいしょ、あ、間違った、自分でやった、やった、やった、自分でちょっと間違えちゃった、あー、やっちまったー、これはあかん、イエーイ、 C2-1、 おい、おい、おい、あぶね、どうだどうだ、あー、このね、ドゥームサイザーについてのハンターだからね、回転数が落ちる、あー、スイーツーワン、ゴーシャ、さあ、こいこいこい、おっと、よし、こいこい、えい、ダメだ、こいこいこい、ガルーダ押し出せ、もうダメだ、もうダメだ、あー、イエーイ、はい、ということで今回は海外版ベイブレードバーストのエクスカリウス X3 とガルーダ G3 でした。はい、ということで今日の動画が良かったなとか気に入ったなとか
なと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします、うん、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それと今回のおすすめ動画いつもとこに出てますのでぜひチェックしてみてください、うん、そしてチャンネル登録は真ん中だけよろしくね、ということで最後は負けちゃったね、うん、で、動画の最初にも言ったんだけど、うん、このエクスカリウス X3 のプレゼント企画やってますので、うん、欲しいなと思った方はぜひチェックしてみてください、はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバイ。